キネザは風俗店で働かされるって言ってます。キネ、ハルコ、何やってんのよ。みんなと一緒に学校卒業しよう。キネザ、おい、連行しろ。はい。私の生徒に触んないでよ。アミ、トーンが執行を受けて倒せるぞ。パクられた挙句豚箱に一泊か。ハルコ悪くない。私のため、たとえ生徒のためだろうかな、学校のためにはならん。ムカトリ先生、金利を教室に連れてって。はい、行きましょう。あたしも後で行くから心配しなくていいよ。責任者はどなたですか？あの校長先生はあいにく入院して。今俺が責任者だ、池上高須。来ると思ってたよ。高須先生、東京入国管理局だ。入管に同級生がいたのか。でも法務省の人がなんでわざわざうちに。金礼の方は問題ないんだな。あ、取り調べで無実は証明されたし、それに水商売や風俗で働いていたわけでもない。ありがとうございます。問題は君だ。なあ池上、この学校の教師が逮捕されたのは事実だ。今後ここに入学を希望している外国人留学生のビザの発給が停止される可能性も十分考えられる。ビザの停止？最悪ここが潰れるってことだ。状況が分かったら連絡してくれ。それはそうと、彼女はいつまでここに？次回行くぞ。はい、私が辞めたらこの学校は潰れずに済むの？何バカなこと言ってんだよ。そうなんでしょ？私がこの学校辞めたら生徒たちはここで勉強できるんでしょ？卒業試験まで時間ねえぞ。ほら行こう。生徒たちも待ってますよ。辞めます。春子先生、もうこれ以上迷惑かけたくないし、私日本語教師辞めます。この番組はデザイニングザフューチャー KDDI の提供でお送りします。入国管理局が来たそうですね。何の用だったのですか？私のこと？安心して、金礼の無実は証明されたから。ハルコは大丈夫だった？大丈夫に決まってんじゃん。よかったよ。ハルコ、授業を始めてください。どうしました？あ、いや、みんなここまで勉強してきてどうだった？ちょっとは日本語のこと好きになってくれた？難しいけど嫌いじゃねえよ。じゃあ今日はみんなの好きな日本語を教えて。それでしたら先日みんなで発見しました。
日本には私たちの国にはない言葉がたくさんあります。日本にしかない言葉ってこと？はい。中でも私が感銘を受けた日本語は一期一会です。あ、千利休ね。はい。出会いは一生に一度限りという精神で最高のもてなしをする美しい日本語です。そうだね。私はおかえりっていう言葉が好きだよ。中国ではおかえりって言わないの？決まった言い方はない。アパートに帰ると大家さんおかえりっていつも言ってくれる温かい日本語だよ。私はもったいない。あ、それ知ってる。日本にしかない表現なんだよね。物を大切にする日本、素敵だと思います。私お疲れ様が好き。エレンは忍者じゃないの？忍者はスウェーデンでも通じるけどお疲れ様は言わない。バイバイじゃなくてお疲れ様、優しい日本語。そっか。私は指切り。指切り？指切りに似た言葉なら中国にもあるよ。横から口挟まないでよ。ハルコが好きな日本語は何ですか？ハルコ教えてよ。教えて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 。それより今日はみんなに言っておかなきゃいけないことがあるの。実は今日で学校辞めることになりました。辞める？なんで？高校教師の仕事が見つかったのよ。一日も早く来てくれってもうお願いされちゃってさ。それって冷たくね？しょうがないでしょ、これが私の夢なんだから。ほら、あんたたちも学校早く卒業して自分の夢叶えな。ね。それじゃ。みんなのことよろしくお願いします。職員室ってこんなに静かでしたっけ？なんか落ち着きませんね。ルの前が1文字の言葉と第3グループはオプラスなります、つまりお書きになりますとかそういう風にならないと覚えるんだ。分かったか？どうしたどうしたどうした？ここ一度習ったはずだろ。分からない。何が分からないんだ。金で春子が何で辞めたか分からない。春子の話するなよ。ボブの強がり。強がってねえよ。ああ座れボブ。あいつはな、もう高校教師になったんだ。嘘。春子と約束した。みんなで卒業しようって約束したもん。なら授業に集中しろ。みんなで卒業するために。それみんなじゃない。金蓮さんはみんなの中に春子も含まれているって言ってるんです。私もそう思います。春子帰ってくねえのかよ。そうだ、春子帰るよ。せっかく退院できたのにごめんなさい。これからどうするの？警察沙汰になったんじゃ高校は紹介できないわよ。教師はもういい。日本語教師も高校の教師も人に物を教える資格なんてないよ。
私はやっと親らしくなれたと思ってたんだけどな。親らしく？ねえ、あの時のこと覚えてる？教師は親も同然だと私は思っております。心配かけたペナルティとしてボランティア付き合ってもらうわよ。ボランティア？本読んでくれてありがとう先生。先生、私が時私も先生になれたらって思ってた。それをこんなことぐらいで諦められるの？でも教師に必要なのは資格より思いよ。あなたの生徒たちへの思いはもうなくなったの。私なんかよ。何か用ですか？高須先生でしょ。学校に戻ってこい。なんてなことは死んでも言わねえぞ。分かってますよ。てかもう何なの。お前のクラスは変だ。そもそも外国人ってのは日本人に比べて個人主義なんだけど、お前のクラスだけは妙に違う。どう違うの。うん、俺も日本語教師やって長いけど、あんだけ結束力のあるクラス見るのは初めてだ。みんなお前と一緒に卒業したがってんだよ。私と？ねえ、テボ持ってこいよ、テボ。はい。ああ、もう違うだよ。テボは壊れるでしょ。鍋使ったらすぐすすぐ。僕も頑張って、今じゃ大将がレスの時店任されるようになったんだな。前はあんな怒鳴られてたのに。あいつを成長させたのはお前だ。まあ競馬でいうところのビギナーズラックだと思いますけどもね。それで私にどうしろって言うのよ。どうすりゃいいか自分で考えろ。あ、ちょ、伝票。残りの給料日割りにしといてやった。それで払っとけ。これ私のお金。みんなお前と一緒に卒業したがってんだよ。どうすりゃいいかは自分で考えろ。すみません、区役所まで行きたいんですが、道を教えていただけませんか。あ、区役所でしたら公園を出てまっすぐ西に向かっ、あ、よろしければご案内しましょうか。いえ、そこまでは。いえ、私でよかったら構いませんよ、どうせ暇ですし。あなた見かけによらず綺麗な言葉使うのね。失礼だろ。すみません。いえ、初めて言われました、そんなこと。
親御さんに教わったの？違います。私に日本語を教えてくれたのは外国人です。私の初めての生徒たちです。渋谷先生、もう試験始まりますよ。いや、まだだ。まだだじゃなくて、もう行かないと。もしもし、春子先生？もう卒業試験始めちゃった。それじゃあ今から。春子先生から伝言。みんなよく聞いて。春子先生も今からみんなと一緒にテストを受けます。え、春子も？みんなで卒業しようって言ってたぞ。よし、集中。よし、始め。ありがとうございました。春子先生、卒業試験なら無事に終わったよ。みんな精一杯やったと思う。そっか。あ、荷物取りに来ただけだから、すぐ帰るから。
生徒たちの言った通りでしたね。お帰り。なんで？春子が来るような気がしてみんなで待ってました。テスト一緒に受けてくれてお疲れ様。私信じてた。指切りしたから。実はね、私もみんながここにいるような気がして来たの。そうだ、みんなにまだ私の好きな日本語教えてなかったよね。教えて。私の好きな日本語はありがとう。私が高校生の時ね、校則を破って学校退学になりそうになったの。その時に担任の先生だった秋元先生、この学校の校長先生ね、その先生が私のことを助けてくれたの。そのお礼として子供たちにボランティアで本を読んであげたの。その時にありがとうって言われたの。すっごく嬉しかった。こんな私でも誰かの役に立てるんだって初めてそう思ったの。それが教師を志したきっかけですか。うん。だったらまた先生やればいいじゃない。春子の夢でしょ。高須先生に全部聞いたよ。夢を諦めるのはもったいないです。春子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 。私ね、たった3ヶ月だけど。みんなにありがとうって言われてすっごく嬉しかったよ。でもそれで分かったの。生徒に感謝されるよりもっと素敵なことがあるってことに気づいたの。それはね、あなたたち生徒に出会えたこと、みんなが私の生徒で本当によかった。みんなが私の初めての生徒で本当によかった。一緒に勉強できて本当によかった。教師ってこんなに楽しいんだよ。諦めるなんてやっぱ無理だよ。春子、私も夢を諦めない。いつかきっとちゃんとした教師になってみせるから。それを気づかせてくれたのはみんなだよ。
これも一期一会ですね。うん。だから卒業試験の結果が出る前にみんなに言わせてほしい。みんな私の生徒になってくれて本当にありがとう。新しい日本教師。うん、もうそろそろ来ると思うんだけど。おはようございます。今日からお世話になります。海野凪子と申します。海野凪子。凪子先生は日本語教師4年のベテランよ。よかった、今度こそ本命ですね。大穴にかけた方が面白くない？バカ、仕事は面白いだけ。どうも、大穴です。春子先生。どういうことですか、校長先生。法務省の確認が取れたのよ。よし、じゃあ授業行ってきます。おい、俺は許可してないからな。何言ってるんですか、指切りしたじゃないですか。ね、香取先生。私は香取じゃ、香取。指切り。クラス全員を卒業させられなかったら高校教師は諦めますんで。約束だからな、カリスマ先生。また春子かよ。っていうかジャック以外全員不合格って、あんたたちどういうことよ。春子の教え方が悪かったんじゃないの。っていうか春子も不合格でしょ。名前書き忘れちゃってさ。